内湾線で終点から2番目の駅が富木駅です。この駅はホームしかない非常に質素な無人駅となっており、1日平均の利用客はおよそ25人と内湾線各線の中でも一番利用客が少ない駅です。この駅は開業当時は駅周辺の集落の地名を取って南下駅と呼ばれていました。しかし2003年、台湾鉄道管理局により駅名が南下から富木へと変更になったのです。富木は中国語で富貴と言い、裕福であるというおめでたい意味があります。駅名の変更については同じ内湾線の駅で2001年に新しく開業した映画駅と関係があります。映画は中国語でロンホアと言い、栄光のある栄えているというおめでたい意味があります。そこで同じ内湾線の映画駅から富木駅までの切符を買うと、両駅名を合わせてロンホア富貴、すなわち栄光と富にあふれるという非常に縁起の良い切符になるのです。このような縁起の良い駅名同士の切符は非常に人気があり、例えば台湾鉄道縦貫線台南市区間の栄光駅と保安駅間の切符は4馬を安貫、すなわち永遠の安泰と健康という意味になるため、この切符を買うためだけにこれらの駅を訪れる人もいるのです。するとこれらの駅自体も繁栄していくという良い結果を得ることができます。ちなみに前回紹介した内湾線合橋駅と姉妹駅関係にある北海道帯広市広尾線の幸福駅ですが、この駅も同じ広尾線内にある愛国駅と合わせて愛の国から幸福へといったキャッチフレーズが使われた時期もありました。さてこのように内湾線内でも築島、合橋、内湾などの観光資源を有する駅以外の小さな駅にもスポットを当てようとする台湾鉄道管理局の試みは成功したのでしょうか。非常に残念ながら、この措置から20年近く経った現在でも富木駅は内湾線で最も利用客が少ない駅となっていることからも、試みが大成功したとは言い難い状態です。そしてその理由は明快で、映画駅も富木駅も無人駅であるため、このおめでたい切符を買うためにはこれらの駅ではなく駅員が配置されている駅を訪れないといけないからです。さらに映画駅は駅の南側に位置している地名築島鎮映画里から来ているのですが、富木駅は歴史ある地名南下を地元の人々の意見を聞くことなく変えてしまったため、地元の人々の反発を買ったというニュースが広がった不幸な一面もあります。そのためこの駅には富木駅の表示の脇に南下という旧駅名も残されています。とはいえ駅名には罪はないですし、ロンファフーグエイという言葉も非常におめでたいので、皆さんもこの駅を訪れてみて栄光と富にあふれるという言葉にあやかってみてはいかがでしょうか。内湾線ではかつて蒸気機関車が使われており、機関車は内湾駅に入った後反対方向から給水塔に入り、蒸気ボイラー内の水を補給することで加熱後に大量の蒸気を発生させ再び動かせるようにしていました。現在機関車の給水塔の2組の横向きの水槽と鉄製の蛇口、はしごなどを見ることができます。この基地の高さは7メートル、幅は4メートルで、現在では土に埋もれ草が生えた状態になっています。清王朝時代には内湾に開墾に来た移民たちは小農寮を建て小農を生産していました。1931年頃になると日本政府は山奥の場所が石炭の生成にふさわしいと判断し、大規模な開発を行い内湾は繁栄していきました。
その繁栄は1950年代まで続きました。内湾村の労働人口は5000人を数えるまでになったのです。娯楽業、ホテル業、炭鉱業、林業などが形成され、黄金時代を迎えたのです。当時内湾は小上海とまで呼ばれたそうです。1960年代に入ると内湾は林業の没落や炭鉱をさらに深く掘ることによる事故が頻発する場所になりました。また石炭の値段も落ちていったため、賑やかだった内湾も静けさを取り戻したのです。内湾の古い町並みで最も目立つのが村落の中心にある内湾劇場です。内湾劇場は1950年に地元の名士である楊清泉さんが建設したものです。それはちょうど内湾線が開業した時代で、楊さんは林業を経営する傍ら、小農の生産事業にも携わっていました。そして山に入る作業員たちにも娯楽の場を提供するために建設したのです。当時村落の人口は1596人に過ぎませんでしたが、竹頭のセメント職人ハン・シンハツさんに出資・建設依頼をして内湾劇場を作ったのです。内湾劇場の建物は歴史的意義のある日本式建築物です。建物は赤レンガを積み上げたものにモルタルで仕上げをしてあります。屋根は日本式の長い梁を持つ木造組み立て工法で作られています。壁は当時極めて贅沢であった木板を使用しています。屋根、窓、手すりなどの装飾からもかなりの費用を投じていることがわかります。屋根は日本式の黒瓦で覆われ、建物全体は魅力的な木造建築の様を呈しており、多くの人々がここの建物の写真を撮って行きます。かつて常に人で埋まっていた豪華な内湾劇場は現在でもその歴史を感じさせてくれます。現在では改築修復工事が行われ、発火料理のレストランになっており、座って地元のおばあちゃんが手を振るった自慢の発火料理を目にするといくらでも食べることができてしまうことでしょう。入り口にある雑貨屋さんは子供の頃の記憶を呼び戻し、劇場の前に立てば昔に帰ったかのような気分になります。なんと懐かしいことでしょう。内湾劇場では現在毎日決まった時間に1950から60年代の古い映画を上映しています。古い映画が好きな方は内湾劇場を訪れてみてください。時間がない場合にはここでは古い映画の DVD も販売しているので、買って家で見るのも一つの方法です。内湾劇場の他にも内湾の古い街並みも必ず散策しなければならない必見の場所です。内湾の古い街並みは200メートルほどの長さがあり、道の両側にはジンジャーリリーのちまき、四玉野菜まんじゅう、八花式すり茶、八花白玉スイーツ、八花ビーフンなどの八花グルメの屋台が並んでいます。平日休日問わず内湾の古い町並みには多くの人々が観光で訪れます。この町の特徴はその古い雰囲気です。地元の住宅は特別な風格があり、この地の文化的な活動なども完全な形で残されています。ここに来るとかつての素朴で規則的な生活に戻ったかのような感じがします。